どうも、あやかです。今日は彼氏が出かけているのでドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。彼氏が全然焼き餅をね、焼いてくれないですよね。だから私はすごい焼かせたいので、題して男とご飯に行ってみてドッキリ。行ってみよう。カレー食べる？じゃあ、温めて俺が食おう。何食うの？キムチとか食う。あ、できるんだ。うん、だからカレー大丈夫。どこ行くの？渋谷。渋谷？またスーちゃん？うん、今日違う。何時に帰ってくるの？朝まで今日飲めるみたいな感じ。朝まで飲むの？うん。朝まで？珍しいね。うん、スーちゃんじゃなくて、どういうこと？誰と飲むの？ん？誰と飲むの？え、なんか男の友達？男の友達いんの？うん。珍しい。その昔からの仲良しね。ああ、そう。うん。あ、そうなの？確か言ってなかったね。うん。何人ぐらい？ 5 人とかで飲むの？2人で飲むの？朝まで？え、ダメ？いや、別にダメじゃないけどさ。いや、いいんだね、じゃあ俺がもしそうなったら。俺がさ、やってもいいの？同じこと。いや、おかしいやろ、それは。え、ダメ？いや、いいよ、いいんだけど、言ってんじゃん。それをやるんだったら俺もやるから、もう同じ。それはダメ。いや、どういうこと？お前、最近の動画でそうなの出したの？それとこれたちは、あやかはいるの？別にいいよ、じゃあ行ってもいいよ。だって別に仲いい友達だから行くな。まあいや、まあ縛りはしないで。そうなんですか。はい、行ってきます。だからカレーは明日朝帰ってきてから食べます。わかりました。怒ってんの？いや、怒ってないけど、別に珍しいから。でも俺も行くからね。え、それは違う。いや俺も行くよ、それは。それは俺も行くよ、それだって。もう今日行こう。ああ、今日それは違う。俺も行こう。それは違う。もう知らん女と行こう。それは意味わからんくなるやん。ダメだ。知ってる女だったらいい。それもダメ。誰ならいいんだ。誰もダメ。あ、電話来た。もしもし。別に。ちょっと待って。ここで出ればいいじゃん。ここで出ないの。待ってね、ちょっと待って。え、その人その人なの？静かにして。いや、別に行く必要なくない？はい、ってことはまた同じような場所に仕掛けて。なるほどね。はい、そういうことですね。何ドッキリ、あやかさん、これね。何ドッキリ、あやかさん、何、彼氏に焼き餅焼かせてみたドッキリですか？そういうことですか。お疲れ様でーす。どうする、これ。どうしようかな。もうそろそろ戻りたいと思います。なんで？いや、もうそろそろ行こうかな。行かなくていいんじゃない？なんで急に？やっぱり良くないよ、そういうのは。やっぱ俺はいい気はしないしさ、そんなことされたらさ。嫌だ。気持ちいいってるの？いや、それは楽でしょ。やだよ、楽しくないわ。男と二人でしょ、だって。うん。やだ。やだどういったの？やだ言ってほしくない、言ってほしくない。焼き餅焼いちゃったの。焼き餅焼いちゃった。やだ、なんでいいじゃん、別に。行くならもうここで包丁できる。そんなことしない。だってもう約束してるの。断る方が失礼。断って。やだやだ、なんで言ってほしくない。でもそれは遅いよ。俺もそんなことするかもしれないよ。じゃあ、いいよ、でしょ。相手にされて嫌なことしちゃダメでしょ。やだなんでそんな待ってるの。やだやめて。それやめて。やだ。なん
みる。え？行った。行った。ケチャップ。は？何してんの？ドッキリ返し。カメラあるの分かったから、ね、バレるし、もうこの距離カメラと被ってる。手ベタベタなるし、こんなのまでしてね。どういうこと？いや、どういうこと、こっちのセリフや。どうせあれでしょ、嫉妬させてみたドッキリとかでしょ。なんで分かんの？いや、それしかないでしょ、お前のよく分かんない。何回かのドッキリでいつも成功しないの？違う、お前、同じ場所じゃん。前回もさ、こことここでさ、カメラの位置変えないとバレるって、さすがにそれは。アホなの？でも焼き餅焼いてくれて嬉しかったでしょ。急でしたね。急すぎた。びっくりした。なんかさ、帰ってきた瞬間から本当になんか電話したのがさ、まあ、そこでもうスイッチ入ったのかなって。でも気づいたのはお前が言ってからだから、それまでは本当に結構こいつ何言ってんだろうと思って。そうなんだ。なんかもうさ、なんか緊張しすぎてさ、自分が何言ってるか分かんない。もうおかしいと思ったから、明らかに探すよね、カメラ探す。あるよね。予想通りあるよね。はい、ということで今回は、あやかやの待って、締めに女やってくれるの。はい、ということで今回はあやかやの逆ドッキリ成功でした。いやー、イエーイだイエー。まあね、今度仕掛けるときはちゃんとカメラに近いと思うので、まあ、頑張って仕掛けてみてください。次こそはみんな期待しててください。次こそはね、無理でしょ、どうせまた。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。どうせ向こうとかも撮ってたんでしょ。うん、撮ってた。いい、やばー、お前最高かよ。いや、普通だろ、仕掛ける側は仕掛け人の気持ちわかるよ。